はい、ご視聴ありがとうございます。ハレリアの大塚です。もうラブニカの剣心がリリースされて随分経ちましたね。そろそろ強いデッキが固まってきて、同じようなデッキに当たることも多くなってきましたよね。今日は赤タンばっかりみたいな、強いデッキはこれって決まってきた時にこそ一風変わったデッキに手を出したくなりますよね。そこで今回ご紹介するデッキは名付けてワイルドストームです。ワイルドストーム、果たしてどんなデッキなのか、早速対戦やっていきましょう。それでは対戦よろしくお願いします。初手は選択から螺旋岩式と動けそうですね。キープします。まずここは、選択を地帯でアンタップイン。相手は山を選択してフリティ通りの見かわし、速攻で1点ですね。ショックで対処が必要なクリーチャーでもないので、予定通り選択を使います。先日はしっかりマナ加速ができるようにこのままトップに置きます。ランドセットしてこのままターンエンド。ヤバいのが出たら稲妻の一撃、何もなければ成長の螺旋を打ちます。攻撃されて、次はゴブリンの戦闘者。おお、ブリンデッキですね。珍しいデッキ対決だ。で、予定通り2成長の螺旋。ドローは荒野の再生。ランドセットしてターンもらいます。そしてここはもちろん荒野の再生。エンド時効果で土地がアンタップするので、またドローと火力を構えられます。単純にマナが2倍使えるようなものなので、やっぱり強力ですよね。攻撃を通してゴブリンの周回、ちょっと数を減らしたくなってきましたね。一時に単体除去は使いたくないので、全体除去を探します。情熱の連続砲撃、引けましたね。急進走。再活でもう一回急進走。いや、メインレースで気軽に動けるようになるのが本当に強い。攻撃してきたところで消滅の連続攻撃。ここは全体除去できましたが、追加でゴブリンの周回、今度は3体。とりあえず岩式でドローを進めていきます。いや、土地2枚かですが、荒野の再生と合わせてあと8マナ使えるので、葉っぱ使いましょう。4で4点ダメージの4枚ドロー。さあ来た、千年嵐。相手はギトゥの溶岩走り。お、2体攻撃されて残りライフは6点。さあターン返ってきました。しての千年嵐設置。残った1マナで選択。土地は下に送ってドローは成長の螺旋。そして土地がアンタップ。とりあえずここを勝てるか分からないね。クリーチャーに火力打とうかな。まず内電車を X=2。いたので1回コピーされます。来年試合で X 以下のマナーコストの呪文がただで唱えられるので、まずは成長の螺旋から。いや、来年試合がコピーの回数を稼ぐのに本当に相性いいですね。正直もう何回コピーされるかちょっと覚えてないけど。
刺激。コピーで残った5ミリも処理して、あれもう倒せる、あ、今何回だっけ、やばい、今何回目とりあえず選択、4回コピー、解決待ちの行列できている。ラストは稲妻の時期、5回コピーで一気に15点。いやー、スタックにずらっと呪文が並んで壮観でしたね。大量にドローンしたり一気にライフを削ったりと、めちゃくちゃ派手でかなり楽しめますね。はい、というわけでワイルドストームいかがでしたでしょうか。千年嵐といえば単体で設置するのもちょっと一苦労、またその後コンボを決めるのも大変という感じだったんですけれども、成長の螺旋や荒野の再生、また雷電シャイなど相性のいいカードがたくさん出てきたことによって、千年嵐も使いやすくなりました。そしてデッキストはこちらになります。成長の螺旋は千年嵐設置までのターンを縮めてくれるほか、設置後の軽いドローとしても活躍します。そして成長の螺旋からまずつなげたいのは荒野の再生です。土地がアンタップされるおかげで呪文も次々に唱えられますし、雷電支配や葉っぱに大量のものを注ぎ込んだりもしやすくなります。6マナともい千年嵐の設置したターンの隙もなくせる上に、そのままゲームを決めたりも可能です。あと声の再生は重ねて設置すれば、その分土地のアンタップができるようになるので、2枚目以降引いても無駄にならないどころか、より膨大なマナを使えるようになってとても強力です。千年嵐を設置してからコピーの回数を稼ぐのに重宝するのはこの雷電支配ですね。試合中にもあったように、雷電支配 x=2 で成長の螺旋を0マナで唱えて、ドローと使えるマナの補充をしつつコピー回数を稼ぐなんてこともできます。千年嵐をサポートするカードがラブニカの献身で一気に来たっていう感じですね。概要欄にデッキリストのリンクを貼ってあるので、ぜひ組んでみてください。いや、このデッキは使っていてめちゃくちゃ面白いのでおすすめです。それと今回は当たらなかったんですけども、コントロール相手にしていると発展アップの発展のコピー効果がとても役立ちます。相手としては荒野の再生を打ち消したいので、カウンターを構えていることが多いです。なので、荒野の再生と発展を同時に持っているときは6マダまで待ってからカウンターを打ってきたら、発展でカウンターをコピーしてカウンター返すというプレイングも頭に入れておくと、戦いやすいと思います。というわけで今回はここまでになります。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。